품바퀴 가족 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널와 한국인 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메오 세분 분석시 세분 요크 효과는 아루 한국 코스메오 주다에루 채널 데스. 마다 치사이 효과를 간지れる 스킨케어 라인도 한국 칼라 코스메모 주다에테 이마스. 스킨케어와 구찌코미데와 아리마센. 코스메와 세분 데스. 모 구찌코미데 실패する 스킨케어와 야메테 세분을 믿테 에라비마쇼. 紹介するのは、순정シリーズのトーナー3つです。新商品もあって、どれを買えばよいか迷う方がいらっしゃると思いますので、今日は徹底的に比較したいと思います。本当に3つとも本の少しの違いで、成分はそんなに変わらないですが、それでもおすすめするのとおすすめしないのがありますので、今日きちんと伝えるようにします。 마주 순정 토너가 요이 이유와 자쿠산 세대 아르코토데스. 하다가 알칼리세다도 카사카사니 나리야스쿠. 하다가 간소오 간지야스쿠 나리마스. 마다 나메라카나 비하다니와 나리마센. 타토에데스가 알칼리세노 생강료를 쓰우토 센조력구가 쯔요이노데 요고레와 키친토 오토세마스가 하다노 히시마데 카나리 토테이쿠노데 하다가 카사카사니 나리야스쿠 하다가 쯔빠떼 간소하다니모 나리야스쿠 나리마스. 나메라카데 비하다니나루노니와 하다노 pH가 자쿠산세데와나이토이케나이데스. 데스노데 스킨케어노 스타토니 자쿠산세노 토나데 하다노 pH오 자쿠산세니 시테아게르코토와 とても大事です。 着酸性の面では pH を 5.5 に合わせてるこっちの方が良いです。スンジョントーナーの一番メリットは着酸性であることを記憶しておいてください。3つの化学を比較すると白い蓋をしてるエチドハウススンジョン pH 5.5 リリフトーナーは 1595円で、 蓋に青い線が入ってるスンジョンシッカリリフトーナーは 1601円、 緑の蓋をしてるスンジョンセンテラリリフトーナーは 1524円です。 3つとも価格はあまり変わらないです。ではこの3つをきちんと比較したいと思います。 마주 순정 pH 5.5 릴리프 토너와 순정 센텔라 릴리프 토너를 비교したいと思います. 左は 着酸性 pH 5.5 に合わせてますが、 센텔라は 着酸性であることだけ書いてます。 この2つの成分を比較すると、左の青い方が순정 pH 5.5 リリフトーナーの成分で、一番右に緑色の上に書かれてるのがセンテラリリフトーナーの成分内容です。一番大事なのはマデカソシドの順番です。 シッカの4つの鎮静成分で一番鎮静力が高いのがマデカソシドです。 pH 5.5 トーナーは成分6番目にマデカソシドが配合されてますが、センテラリリフトーナーはちょっと下がって成分12番目にマデカソシドが配合されてます。 パンテノールも鎮静と美白に良い成分ですが、 pH 5.5 トーナーは5番目に パンテノールを配合してますが、センテラリリフトーナーは6番目です。その他配合してるチェンパン的成分はほぼ一緒ですね。結論を言いますと、この2つではセンテラリリフトーナーより左の pH 5.5 トーナーの方が良いです。 次に pH 5.5 トーナーとスンジョンシッカリリプトーナーを比較したいと思います。スンジョンシッカリリプトーナーはこっちの右の方です。
こちらも歯科リポトーナと名付けてますが、歯科成分の中で一番有効成分マデカソシドの配合量が、先ほど伝えました通りに pH5.5 トーナーは成分6番目に配合されてますが、歯科リポトーナーは13番目に配合してます。こちらの歯科トーナーと弱酸性 pH5.5 トーナーとの大きな違いは、歯科リポトーナーには成分8番目にアラントインがご配合されて、 pH5.5 トーナーにはアラントインは配合されてないです。アラントインは医療用でもよく使われている成分で、皮膚炎症治療および抗炎症効果と新しい組織組織の成長を促進させてくれるので、損傷を受けた皮膚治療に効果的です。まだカサカサになった皮膚を改善させて滑らかにしてくれるのがアラントインです。歯科リップトーナーはアラントインで肌を鎮静するのが中心になって、左の pH5.5 トーナーは歯科成分のマデカソシドで荒れた肌を鎮静させるのが違うんですね。ですので私は肌がかなりカサカサで荒れて大変だと思う方は、名前は歯科リリーフトーナーですが、アラントインがご配合されてる歯科リリーフトーナーを購入すると良いです。まだ pH5.5 トーナーにご配合されてるマデカソシドも、肌鎮静、カサカサになってる肌を滑らかにしてくれるとっても効果的な成分です。最終的にプンバキがおすすめするのは、マデカソシドとパンテノールが高配合されて、1に130オルの配合量も少なく、いる成分だけシンプルに作ってるエチュードハウス純正 pH5.5 リリプトーナーを一番におすすめします。まとめますと、純正センテラ弱酸性鎮静トーナーはおすすめしないです。この2つの中で一番おすすめするのは、先ほど伝えました通りにマデカソシドとパンテノールがご配合されている純正 pH リリップトーナーを一番におすすめします。まだ純正弱酸性歯科トーナーはアラントインがご配合されてますので、本当に肌がカサカサでとっても荒れてるっていう方におすすめするのが歯科トーナーです。荒れた肌を滑らかにしてくれるのは、名前は歯科ですが、歯科成分ではなくアラントインの効果ですので、きちんと理解していただきたいと思います。ではこの2つの使用感を伝えたいと思います。まず pH5.5 リップトーナーからです。さっぱり系ではなく少ししっとりするタイプのトーナーで、ベタつきはないです。まだ香りもありません。次にエチュードハウス純正歯科リリップトーナーの使用感です。 pH5.5 よりはさっぱり系ですが、とてもさっぱりするのではなく、ほんの少ししっとりするタイプのトーナーです。香りはありません。今日は純正シリーズのトーナー3つを徹底比較しました。どういう風に違うのかきちんと伝えましたので、購入の際参考にしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。